リムシムレッスン TV オンライン特別企画ご質問いただきました。10月の9つ目壁の構造内容についてです。リムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク化製品のオートキャドとレビットを中心にお話をしています。先日このような質問をいただきました。壁の構造内容についてです。壁自体の構造についてなんですが、建築の壁を選んでいただいた後ですね、タイプを編集にしてその構造の編集ボタンからどういうものを構築しているかというのを選びます。プレビューで見ていただくとどういう構成部材というのをご自身で増やしていっていただくということが出ます。でここに書いた厚みに関してここの幅というところに変更されますですね。どのような構成部材にするかということはご自身で作ることが可能です。ただしもっと細かいところですね、積算をする場合には1枚壁ではなくて重ね壁と呼ばれる壁を作るということも必要になるかと思われます。いかがでしたでしょうか。10月のお問い合わせフォーム24日25日48時間となっております。あなたのお悩みをお聞かせください。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。